島原市立第一小学校は長崎県島原市場内一丁目にある公立小学校。略称は一称。1927年3月に日米の対立を懸念し、その緊張を文化的に和らげようと、米国人宣教師のシドニー・ギューリック博士の提唱により親善活動が行われた。その一環として渋沢栄一の仲介で、 米国から日本の子供に12,739体の青い目の人形が送られ、その返礼として、東礼人形と呼ばれる一松人形58体が同年11月に日本から米国に送られた。島原第一人情高等小学校に送られた人形は、目が開閉死体を起こすと、ママと泣くような仕掛けがなされていた。その後、日米関係が悪化し、 太平洋戦争が勃発すると、日本全国で青い目の人形のほとんどが、敵国の人形という理由で焼却。破壊されたが、島原市立第一小学校に送られた人形は、破却を免れ、1984年に、昭和10年から12年卒業生より寄贈された日な、人形収納庫の中から再発見された上で、リトルメリーの名前が付けられ、現在では心鏡館に保管。 展示されている。現在、日本国内に残っている青い目の人形は約300体で、長崎県内には、島原市立第一小学校を含め2体しかない。ありがとうございます。